ニコラス・ジョン・デール・モニコは、アメリカ合衆国テネシー州ノックス軍、ノックスビル出身のプロ野球選手。右ト左ヒだ。現在は、フリーエージェント。2011年の MLB ドラフト6巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。2012年、参加の A 級、デルマーバ・ショアバーズで、プロデビュー。95試合に出場して打率。249、11本類だ。 54打点、18、盗塁を記録した。2013年は、A 級フレデリック・キーズでプレーした。2013年7月23日に、フランシスコ・ロドリゲスとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。移籍後は、参加の A 級ブレバード・カウンティー、マナティーズでプレーし、移籍前を含めた2球団合計で81試合に、出場して打率23、232、 13本打、三39打点、7盗塁を記録した。2014年は A 級ブレバードカウンティでプレ三37試合に出場して打率、262.4本塁打、15打点、2盗塁の成績を残したが、7月には薬物検査で陽性反応を示したことが判明し、50試合の出場停止処分を受けている。 2015年2月6日に自由契約となった。2015年2月11日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。この年は、参加の永久カナポリス・インティミデーターズと AA 級、バーミングハム・バロンズでプレーし、2球団合計で64試合に出場して打率。251、4本塁打、34打点、に投塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2016年は、A 級バーミングハムとトリプル a 級シャーロットナイツでプレーし、2球団合計で110試合に出場して打率、279、17本塁打61打点、3盗塁を記録した。2017年は、開幕からトリプル a 級シャーロットでプレーし、99試合に、 出場して打率26、262、12本塁打、45打点、4盗塁を記録した。8月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると、同日のトロントブルージェイズ戦にて5番左翼手で先発出場して8回裏にライアンテッペラからメジャー初安打を放った。この年メジャーでは43試合に出場して打率26、262、 9本類打、23打点に投類を記録した。2019年6月10日に自由契約となった。オフの12月16日にホワイトソックスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。8月28日にフェとなり、 9月1日にマイナー契約となった。オフの11月2日に FA となった。父のロッドデルモニコは大学野球指導者であり、テネシー大学の野球部監督を18年間務めた。さらに2009年のワールドベースボールクラシック第2回大会では監督として野球オランダ代表の指揮を取っている。ありがとうございます。